えっとマニとマニをですねこれまでずっとあのお話をしてきてあの今日はその、まあ、最後の部分になるんですけれども、えー、っとこの東條正人さんのですねこれはあのミーボートというところから出ていて「先生学教室ミトラ教の秘境先生学」っていうねあのマニ教の部分とかですねあのシークレット・ドクトリンであるとかいろんなレベルでの哲学の まあ非常に簡単な要約をしてくれてるっていう部分がありましてね。で今日はあのシャープラカーンですね。マニキョの。あの経典を、まあ東庁さんが抜き書きをしたという形で。解説をしてくれてる。これを紹介したいと思ってます。で、どうしてこれを紹介するのかというと。現代神智学のですね。シークレットドクトリンという。あのブラバッキ夫人が、まあ書いた本なんですけれども。あの、非常に重要な本なんですね。 で、これがあの、これまでの、まあ宗教書の中で最も重要なものの一つだと考えられるわけです。で、それのあのつなぎというか、まあ要約になっているということで。で、そういう意味で、あの、この本の内容をここでやっておくというのは意味があると思います。で、まず自分を父と母、に分けました。父となった部分はズルワーンの例、母となった部分は大いなる例、ソフィア、ヘカテとなりました。 えー、あの前回ですねマニキの経典を読んだ時にですねこんなな記述ないです、ね、もう全くなかったマニキュオは何だったかっていうと初めから闇の神であるアーリマンと光の神であるですね、えー、何だったっけアフラマズダが両方初めからいたんですでこれ何ってでこ,れこれは今までずっとお話ししてきたですね、まあ、ミトラ教ですよね。であのここのの部分の あのズルワーンの霊が自分の意思を輝く海に投げかけたすると光の海の中央に輝く光の神が現れたっていう部分これはあのシークレット・ドクトリンのスタンザのところに直接これは取り入れられているて、えー、スタンザの3ののですねここの部分です、えー、闇は光を放つ」するとそれは一条の光線となって母なる深みに落ちるそれは凝縮して宇宙、えー、世界卵になるここの部分ですね。 を表現しているわけでだからシークレット・ドクトリンこれが先にあってあの東条さんはマニキョの経典としてこれをここここに付け加えたということですね、うん、でこんなことをしていいのかなと思うんだけれどもだから学術的には大変な問題でしょうねあのこれはシークレット・ドクトリンにもちゃんと書いてあることで、えー、本来なら1850万年前に、えー、その時期にですね天性人間として天性に入らなければならなかったアザゼルとかエノクたちがですね 天性を遅らせるというねことが起こるんですね。に天天で反乱が起こるんですねでそれがここに書いてあることで、えー、し全天使の3分の1が熱狂してアーリーマンを取り囲みっていうようなことですねが書いてあってあの3分の1の天使あるいはあの人間たちがですねアーリーマンの方に組みしてですね天性を遅らせるということをしました。で,天で戦いが起こって サナトクマーラ側についたミカエル、ね、あの天使軍の長であるミカエルとアーリーマンの側すなわちサタンですねサタナエル側についた天使が天で戦いを起こしてで結局ミカエル軍が勝つわけでしょそれで地に投げ落とされるっていう事件が本当にあったんですねこれは事実として存在したということでそこのことの伝承をここは語っているわけですね。だからこれは あの万年前の出来事を、えー、言っていいるととうことになりますす、ね、次ですね地球の本来地球の霊となるべきものがアフラマズダーとアムシャスプンタこの合体した原人,人ですねアフラマズダーとアムシャスプンタが合体して原人になってその原人が地球の霊となるべきものだったと。ね、ところがそれをもう少し遅らせて、えーね、本当は。 あの彼らにバトンタッチするはずだったのがダイアナだった月の女神ダイアナだっただけども彼らが死んでしまったのでねもう少し月にとどまるって言ってるねということはアフラマズダとかアムシャスムタというのは月の存在に本来月と関係している存在で月にいてでなんか仕事をするはずでべき存在だったっていうことがニュアンスとしてありますねでこれはですねあの先ほどもお話し,したように1850万年よりも以前 あのアフランマズダすなわちエノクとかマイトレイヤーとかね彼らは月にいて動物だったんですでそれで次に何になるかっていったら月で妖精だったわけですよ。転生してる時と転生に入ってない時がありますからね月でも分かりますね言ってること。でこの妖精は何かっ,っ次に人間になるっていうことです。分かるね。ところがあのこれからですねあの 実際に地球で人間として天生に入ってくる人間になって天生に入ってくるっていう時に「俺は人間になりたくねえ入りたくねえから」って言って天生を遅らせちゃったんです <laughs> っていうそういう事件があったっていうことがシーククレットドクトドリンこここに書いてあるこれは本当に歴史的事実なので非常に重要なんですね。シーククレットドクトドリンが重要なのは これまでそういう知られてなかった、ね、歴史的事実がここに書かれてるからなんですね。